私本当に外出かけた時はこれ、アルコール消毒除菌シートで携帯拭くようにしてるんです。みんなも除菌してね。すごいなんか普段の私をみんなに今見られてる感じがしてすっごい恥ずかしくてやだえ、雨降ってなかったよ多分、うん、多分じゃなくて雨降ってなかったけど、なんかね、サボサボだよね。ちょっと待って、リップもしていいかな、みんな。いいよ、ありがとう。手洗いうがいをしました。それはもう絶対、私手洗いうがいを帰ってからすぐしないとあれなんですよ、部屋の電気とか触るのも嫌で手を洗わないと。そうだから帰ってきてちょっと荷物は肩に背負ったまま手を洗ってうがいして部屋に飛び込んでスイッチオンしました。ごめんなさい、ドタバタしてて申し訳ない。なんか落ち着いた配信を見に来たかった方にはすごい申し訳ないですけど、リップ塗ります。でちょっと本題に入る前に皆さんに一つ謝罪があります。まあ皆さんという皆さんではないけど、モバイルメールを取ってくださってる方、これを見てる方で謝罪があります。今日メール送れません、すいません。今日シングル発売じゃないですか。でね、やっぱり昨日のうちに書いておこうと思ったの、明日送るメールを下書きとしてね。でもやっぱり当日に思ったことを書きたいなと思って今日書こうと思ってたんですけど、今日の生放送も結構バタバタだったんですよ。本番前リハとかその打ち合わせとかも結構バタバタで、で私もすごい緊張するところがあったので、もうそれに集中しすぎて何も手がつかなかったんですよ。でもその告知はしないといけなかったのでインスタのストーリーとツイッターをなんとか更新して、本当はだから本番アベマさんで生放送が始まる前にメールを送る予定だったんだけど送れなかったの。でもとりあえずのメールは送ったじゃないですかバタバタしててみたいな、アベマ見てねっていうメールは送ったんですよ。でアベマさんの放送が終わったらゆっくりお家でメール書こうって思ったんですけど、それの余裕その時間も踏まえつつ今日は10時半からの配信にしたんですけど、時間が思ってるなくてですね。そうで、まあ、11時までなんで締め切りが、でも私は20分で発売リリースに向けた思いをメールにかけるかって言われたら無理なんですだからそう、でも今こうなんか慌てて適当って言ったらあれですけど、慌てて書いてリリースですって送るよりは明日ね心が落ち着いた状態で書いたメールを皆さんにしっかりとした文章でお届けしたいという私の強い思いがありまして、なので最初に謝罪してさせていただきます。夜にメール送るねって送ったから楽しみにしてくださってる方もいると思うんですけど申し訳ないです。なので明日ねリリースのこともそうだし、アベマさんのこともそうだし、明日メールを送らせていただくので許してください。ぜひねお友達で私のメール取ってるよって方がいらしたらお友達にお伝えください。アイニャ今日はちょっとね無理らしいって許してあげてって言ってってください。みんなありがとう、優しくてありがとう。私なんか慌ててやるとか、まあ、できるよ、やろうと思えばできるんだけど、大切なリリースのね メールを慌てて書くのは良くないなってすごい思うから、しっかりちゃんと落ち着いた状態で書きたいと思います。明日送れますので皆さん待ってください、お願いします。
ありがとう、みんな優しくてありがとうね、本当に。あらま、ありがとうございます、ありがとう、みんな温かいメッセージありがとう。だるま、ありがとうございます、ギフトたくさんありがとうね、みんな。かわいい、お疲れ、ありがとう、ありがとうございます。はい、ということでメールの件はこんな感じです、すいません、明日送ります。はい、そしてですね、皆さん、ついに本日シャーベットピンクリリースです、イエーイ。7月22日おめでとうって、ありがとうございます。テロップ書こうかな、なんて書こう、はい、シャーベットピンクリリースおめでとう、ありがとうございます。無事に本日シャーベットピンクリリースさせていただきました。そして私の手元にもでだーん、 CD をいただきました、イエーイ。これね、聞いて、今日あのね、私の予想では、まあ配信が終わって、まあ、着替えて、まあ、すぐ帰ってあのメールを送って、でこれを見て、これを見てその感想とかも話したいなと思ってたの、配信で。でもまあさ、メール送る時間なかったじゃん、でこれも見る時間もなかったじゃん、ということでちょっと感想は後日ということであのあれです、合宿の映像が入ってるんですよね。特典映像が TDC コンサートの選抜メンバー選考合宿オーディション前編後編とあるんですけど、まだ見れてないんですよ。だからあのみんな今度感想言いますねみんなどう見た？っていうかフラゲしてくれた方もいらしたと思うんですけど、みんな見ました？特典映像どうでした？え、生写真入ってないと思うんですよね、見本品だから。見本品っていうか普通に販売されてるやつじゃないから。今まで NGT のシングル発売された時、私たちメンバーいただけてたんですけど、生写真入ってるの見たことない気がする。ちょ、開けてみますね。じゃあ多分入ってない気がする。今度 CD ショップで自分で買ったらやろうかな、生写真開封みたいなやつ。みんなありがとう、おめでとうって本当に嬉しい。見てみるね。あ、入ってないですね、生写真。ちょっと見本品なので、これ入ってなかった。え、めっちゃ可愛い、可愛くないですか CD。 めっちゃ映えですね。あ、こっちは NGT から、超可愛い。そう、実はねまだ見てないんですよね映像。なんかね、特典映像は基本的に今までのシングルもそうだったけど、 CD をいただいてから見ることが多いかな。そう、 MV とか事前にあの発売前に見せていただけることが多いんですけど、そうなんだよね。だから特典映像私まだ見てないんだよ、実は。多分見てないメンバーほとんどだと思う、まだ分からんけど。はい、ということでね、改めまして、ね、可愛いですよね、シャーベットピンクリリース本当にありがとうございます。というか、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 アベマさんありがとうございました。もうそれを言わんでどうするんって感じですよねさっきまで、はい、あの生放送出させていただいたのに慌てて言い忘れる、言い忘れたわけではないんですけど、アベマさん、皆さん見てくれましたか？みんな見てくれた？みんな見てくれたかな？ギフトありがとうございます。泣いた。ねえ、わかる。みんな見てくれた、嬉しい。もしね、仕事だったりとかちょっと用事があって生放送見れなかったよって方は、ぜひねプレミアム放送とか
アーカイブを見てほしいんですけど、無事にアベマさんの生放送1時間終わりました。イエーイ。見てくださった方本当にありがとうございます。あのドキュメンタリー特番って言ってるだけあるあって、感動系というか、まあワイワイ騒いで CD を CD シングル発売をお祝いするっていう配信特番ん、そういう配信というよりは、なんか今までのことだったりとか、これからのことだったりとか、私たちの思いを伝えるっていう番組だったんですけど、でもすごいスタッフさんとかも、アベマのスタッフさん方もいろいろ考えてくださってて、だからすごいこの日を、この日が大切な日になるっていうのはスタッフさんとメンバーともすごい話していて、でもここまで感動するとは正直思ってなくて、いやでもリハの、なんだろう、台本を渡されたりとか、リハの段階とかでまあ思うところはたくさんあったんですけど、感じるところは、でも実際に放送、生放送がスタートしてから、やっぱりなんか映像と VTR を見ながら振り返ったりとか、このことを振り返ったりとか、これからについて話したりとか、今まで聞けてなかった研究生の子たちの思いとかも、あのインタビュー映像を見て知ったりとか、もうね、もう全てが涙腺にぐさぐさ刺さって大号泣、みんなもうみんな大号泣って感じでした。本当にもうね、こんなにまあ感動っていうか、まあすごい大切な番組になるし大切な日になるだろうなっていうのは思ってたけど、ここまで泣くとは思ってなかったから、もうねびっくりよね、自分でもすごいびっくり、自分でも。そう、ギフト最後に読みたいと思います。ありがとうね、見えてます。そう、本当にね、 NGT48 のことを応援してくださってるファンの方には絶対に見てほしい内容だったし、これまで関わってくださった方々とか、ちょっと NGT 気になるなとか、どんな子がいるのかなとか、少しでも興味がある方とかには絶対に見ていただきたいなってすごく思ったし、本当に本当に貴重な時間だったなって思います。でも1時間の配信で VTR もありだったので、全メンバーが30人いたので、全メンバーが喋れるっていうわけではなかったんですよ、1時間番組なので。けどそれでも歌唱のところでは全員ソロカットで、名前入りでソロカットをいただいたりとか、インタビュー映像をね一人一人撮ってくださって、それを編集して流してくださったりとか、もう本当に本当にありがたいしか出てこないぐらい、ありがたい番組だったなってすごく思うし、で黒板書きタイムあったじゃないですか。あれ私黒板書きタイムのメンバーじゃなかったので、生放送前に書いたんですけど、ゆかちゃんだったかな、ゆかちゃんが黒板書いてる時に、ゆかちゃん書いてるやつの真横に私のがあって、だから結構目立ってた気がするけど、見つけられました、私の写真あるんだけど、アップの写真はないんだけど、黒板の写真送っていただいて、これなんだけど、あ、これなんだけど、私はこれ一番こっち側の上、これです、この緑、緑で描いた。え、緑で描いてるメンバー他にいる？全然いなくない？え、大丈夫？あ、ちょっと携帯逆に持ってた今全然画面ちゃんとならんやと思ったら携帯逆に持ってました。あ、サラちゃんも緑で描いてる。サラちゃんと私だけじゃない？緑のチョークで描いてるのは私とサラちゃんだけサラちゃんも確か緑好きなんだよね。ということで、これファンの方見に行けたりするのかね、ロビー開放で。行けないのかな、ぜひファンの方これの前で写真撮ってほしいけど、無理なのかな。もうね、もうね、
なんて言うんだろう、言葉にしたいことがありすぎて言葉が出てこないっていうぐらい本当に貴重な時間だったなってめちゃめちゃ思います。写真撮りに行きたいね。みんなね行ってほしいけど無理なのかな、どうなんだろう、なんか濡れてるんだけど、なになに、除菌シートで濡れてしまった。字を見ればわかります。すごっ、私の字わかるん、すごっフルのインタビューも見たよ。アイナちゃんは本当にグループのことを考えてくれてるんだなと思った。嬉しい、フルのインタビューもう見れるんだ。そう、アベマさんでプレミアム会員になると、あの何でしたっけ、ソロのインタビューが見れちゃいます。ということで、あれはあの本当に一部をカットして、あのいい部分をこう打って引いてあの編集してくださったやつが流れてたんですけど、そう、ぜひ見てほしい。え、待って、タワー立ってません？嘘じゃん。タワーありがとうございます。めっちゃ久々に見たタワーありがとう、ありがとうございます。すごい、CD のリリース日にありがとう、タワーありがとう、最高ギフトもありがとう、ハートもたくさんありがとうございます、だるまもたくさんありがとう、ハートありがとう、ブラボーありがとうございます、頑張った、だるまもありがとう、ありがとう、嬉しい。だるまはやっぱり緑と黄色が多いですねタワーも他のねハートやっただったりだるまだったり、いろんなギフトありがとうございます。星もありがとう、星も見えてるよ、ありがとうね、ハートありがとうございます。ソロインタビューどうでした？私もまだ見てないから、もう見てないって言っても、ま、自分で喋ったやつなんですけどいいこと言えてました。なんかね、ソロインタビューなんて受けることめったにないし、あんなね、その受けるとしてもさ、カメラがない状態で取材とかならあるけど、カメラがに囲まれた状態でソロインタビューを受けるっていう経験をなかなかしたことがなかったから、めっちゃ緊張した、あれだからうまく喋れてたか不安なんだけど、そう、それでね、それでね、あの私は1年9 VTR が何個かあったんですけども、1年9ヶ月の期間をどう過ごしていたのかっていうメンバーが話してる VTR の後に、あの私が、ステージ上にいたんですけど、1年9ヶ月改めて振り返ってみてどうでしたっていう風に日向が振ってくれて、もうねめっちゃ緊張してたのあそこが私の今日の緊張ポイントで、メールも特番始まる直前に送ったメールも緊張するって書いてたじゃないですか。そう、そこだったんです私の緊張ポイントは1年9ヶ月振り返ってどうですかとか、1年9ヶ月の間どのような思いでいましたかとか、結構インタビューだったりとか、まあ、今回のもそうだし、結構聞いていただけること、まあ、気になるところではあると思うんですけど、聞かれる機会がすごくここ最近多くて、でもなんかパッてこんな感じでしたっていう一言でまとめられるような期間では絶対になかったんですよ。私だけじゃなくてメンバーみんなそうだと思うし、でそのそれをどう伝えるかっていうのにすごい迷ったんですけど、でもスタッフさんだったりアベマのスタッフさんだったりもすごい、日下部が思ってたこと、日下部があの期間に思ってたことだったり辛かったことだったり、そういうのを話してくれればいいよって言ってくださって、そうそう、だから結構、まあ、前向きな話も今日はすごく多かったと思うんですけど、私は前向きな話だけじゃなくて辛かったこととか、その1年9ヶ月で思ってたことも話すタイミング、話す
タイミングだったというか話させていただいたんですけど、泣いちゃったんだよね思わずもうね、その私が話す日向に振られる前の映像からもうやばかったの、やばいやばいやばいと思って一人でやばいやばいみたいな感じだったんですけど、もうねその VTR の時点から泣きそうだったんだけど、いざ喋ったらやっぱり泣いてしまったんですよ。そう、でも改めてそこのね1年9ヶ月のことを振り返ると本当にね、もう今日言った言葉はその通りって言っても、でも私泣いてたからあんまりちゃんと覚えてないんだけど、自分がちゃんと話してたのか何言ったのかちゃんと覚えてないんだけど、でメンバーとかスタッフさんとかがちゃんと話してたよって終わった後に言ってくださったのですごい安心できたんですけど、えみんな泣いてるじゃん、嘘、あれは泣かないの無理、泣きました、自分も泣きました、アイネの涙で号泣、もらい泣きしました、嬉しいっていうか、でも嬉しい、やっぱりファンの方が気持ちを共有してくださるというか同じ気持ちでいてくれるっていうのがすごい嬉しいし、そう、でもひなたも私につられて泣いちゃったみたいで、そう申し訳なかった、ちゃんと話してたよかった、泣くつもりなかったんだよ本当に本当に、でもスタッフさんにも始まる前に全然本当にその時の思いを、その時思ってたこととか坂部が思ってたことを言ってくれればいいよって、全然泣いたりとかしてもいいから、本当に思いをちゃん語ってくれ話してくれていいよって話だったんですけど、いや泣かないですよみたいな、泣いたら喋れなくなっちゃうんで私絶対泣かないですみたいな、頑張って泣かないで話しますって言ったんですけど、泣きました泣きましたね、泣いちゃったよね、でもだから本番前は全然スタッフさんにも泣きませんって宣言できてたぐらい泣かないつもりだったんですそうなんだよね、ごめんなさい泣いちゃって、そうそうそう、でもねその1年9ヶ月の間って、本当にいろんな感情だったというか、でもメンバー、私がそこではあそこで私が発言させていただいてたけど、私だけじゃなくて本当にメンバーそれぞれに辛かったことだったりとか、感じてることだったりとかそれぞれ違うと思うし、なんですけど私が思ってたのはあの時話したのが思ってたことで、本当になんか何をしたらいいのかどうしたらいいのか分からなかったって言ったと思うんですけど、多分それが本当にめちゃめちゃ正直なところで、ただただひたすらにアイドル活動を NGT としてやってきたから、なんかね、何を目指したらいいのか何をしたらいいのか私はどうするべきなのかとか、もう何もかも分かんなくなっちゃって、すごいどうしたらいいのか分かんない時期っていうのがあって、でメンバー同士もすぐに一つになれたかって言われたらそうじゃなかったし、うまくねコミュニケーションが取れなかったりとか、なかなかメンバーと話せなかったりとか、もちろん正直もあったんですけど、でもそこから話し合いを重ねたりとか、まあ、劇場公演再開だったりとか、今回のシングル発売もそうですし、みんなでまた頑張ろうっていろいろ意見もぶつけ合いながらそう話して、今はすごい30人で一つになれてるなって思うから、1年9ヶ月という期間は あったけど、そうですね、ここまで来たからには今いるメンバーでねもっともっと NGT を盛り上げていけたらいいなってすごく思うし、っていう感じでしたね
めっちゃ緊張したあそこ。めっちゃ緊張した本当に。やっぱりだって1年9ヶ月のことを話すってプレッシャーっていうか、なんて言うんだろうな、すごいプレッシャーだったの、うん、みんながみんな発言できるわけじゃないから。そう、でもみんなの気持ちという感じで言うよりは私の気持ちもちゃんと伝えなきゃっていうのがあって、すごいね緊張した。泣いちゃったから。でも本当になんかアーカイブ見るの、自分で見るのめっちゃ怖いんですけど。泣いちゃったしね、見んのはずいわ。本当にその1年9ヶ月の間もファンの方の支えがなかったら本当にこのシングル発売できてないと思うし、今30人で頑張れてないと思うし、本当にファンの方には今日の特番の中でもファンの方への思いとかメッセージとかもたくさん込めさせていただいたんですけど、今日の特番でねファンの方に私たちからの感謝というか、感謝だったりとか思いとかが伝わってるんじゃないかなと思います。でも伝わってたらいいなっていうより、伝わってますよね。伝わってたら、うん、嬉しいですね。っていう感じです。で、そう、シャーベットピンクも初めて歌唱させていただいて、踊りはできなかったんですけど、歌のみの披露、まあ、サビは軽くねみんなちょっと踊ってたんですけど、まあ、歌のみの披露だったんですけど、初めてねこうやってファンの方、まあその配信上ではありますけど、ファンの方に向けて歌を、シャーベットピンクを歌えたっていうのはめちゃめちゃ嬉しかったですね。伝わってる、嬉しい、ありがとう、すごく安心しますこの配信。みんなに思いが伝わってるようでとても安心します。でね、最後のマックス時、最後にマックス時を歌、マックス時315号を歌わせていただいたんですけど、めちゃめちゃ良くなかったですかあの演出。すごい綺麗だってね、感動しちゃった。メンバーがさ空に手をかざしてて、そこにサインとメッセージを書かせていただいて、それを流しながら歌うっていう感じだったんですけど、感動しちゃった、すごい。やっぱ改めてマックス時315号ってもういい曲すぎるって思ったと同時に、あの演出もすごく素敵だったし、すごいね。みんな泣いてたよね。あんなみんなが泣いてたの久々じゃないってぐらい泣いてたよね、みんな。みんな泣いてた。リカちゃんとノエちゃんがマジで泣くの早くて、最初はもう泣いてるのみたいな感じだったんですよ。なんかステージに上がるメンバーも全員上がってたんじゃなくて、その VTR ごとにメンバーがね、ステージに上がってるメンバーが変わってたと思うんですけど、一番最初にステージに上がってて、その中にのえちゃんとりかちゃんがいて、で私たちは見てたんですよ、客席側からステージのところと生放送を見てて、 そしたらもう VTR 始まって5秒ぐらいでもうりかちゃんとのえちゃんが泣いてて、でも最初に目に入ったのはのえちゃんだと、もうこうなって泣いてるから、のえ泣くの早いみたいな感じでみんな言ってたんだけど、終わった後にのえちゃんに言ったら、のえちゃん曰くりかちゃんが泣くのを見て泣いたらしくて、だから多分一番最初に泣いたのはりかちゃんですね。意外とりかちゃん泣くからね。感動だったね。でメンバーがつられにつられて感動して、もう涙の嵐でした本当に。みんな泣いてた。ロッチさんのメッセージも感動しました。あー、もうロッチさんめっちゃ嬉しかったんですけど、本当に
だって誰が想像してました、ロッチさんが私たちに VTR を送ってくださるなんて。でもそのまあ変な予感はしてたんです。だって絶望の後での MV 流しますって言って、で今日だけの特別バージョンですって言った時に、え今日だけの特別バージョンって何みたいな、私たちメンバーも本当に知らなくて、そうそうそうんってなってたんですよ。でみんな、えこれなんか変わってるなんかみたいな感じで、変わってなくないみたいな感じだったんですけど、そしたらロッチさんが出てきて、もうねみんなうえーみたいな感じでした。本当に全員リアクションってん、カメラ的に、カメラの何カメラワーク的にカット的に全員が映ってなかったと思うんですけど、みんなめっちゃいいリアクションしてたと思う、えーみたいな。私もめっちゃびっくりした。本当にめちゃめちゃ嬉しかったですね。シャーベットピンクじゃなくてね、ドス黒いピンクって中岡さんが言ってたんですけど、それもまあ愛のあるいじりだなと思う、受け止めさせていただきます、ありがとうございます。ツイッターにもねさっき書いたんですけど、ドス黒いピンクじゃなくてねシャーベットピンクをね聞いていただけたら嬉しいですね。いやもうロッチさん本当にありがとうございます。もう会いたいです。本当にいつからお会いしてないんだろう。最後にロケしたのがあれかな、かえりちゃんとアンドゥと3人でやったやつかな。だから2018年の10月とか9月とかに収録して以来多分お会いできてないから、会いたいなロッチさん、とっても嬉しかった。本当に大サプライズすぎてもう感動しちゃいましたそうそう石川村です、おいピオーネ、そうだよ第6さん、みんなめっちゃ覚えてるやん、ガタフレファン、みんなガタフレファン嬉しいね。そうそう新潟フレンドのキャプテンとなって初めてのロケでめっちゃ緊張したね。ロッチさん本当にありがとうございます。もうね本当にお会いしたいし、またね何かあったら呼んでくださいって最後に言ってくださってたので、ぜひねいつかまたロッチさんと番組だが、まあ一番夢ですけど、イベントとか何かしらの形でまたロッチさんとお仕事ができるように頑張りたいと思います。本当にあの回は最高。私もねあの回めちゃめちゃ好きなんよね。全部の回好きなんだけど、私っていうか、まあみんなねそんなロケにめちゃめちゃたくさん参加できてたわけではないので、一個一個のロケが本当に全部思い出なんですけど、全部思い出なんだけどね、かえりちゃんとアンドゥとやったやつはやっぱり後輩を連れて、先輩一期生一人でっていうのも初めてだったし、そう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 、それで今までとも結構思い入れというか気持ちとかも違ったから、私もすごいね思い出に残ってる回ですね、石川村は。あとやっぱりね1期生のメンバーが泣いてて、なんか過去のことというか今までのこと振り返ったりとかして泣いてるのをもう見ても泣けたし、やっぱり研究生がねの言葉一つ一つが嬉しくって感動しちゃってもう泣いちゃったよね私的にはね、ゆうちゃんのインタビューがすごいねおってきたんだけど、みんなすごく良かったんですけど、そう泣けましたね。やっぱり改めて、あそうで、ゆかちゃんが言ってたんだけどさ、本当にときメッセの景色をやっぱりこのメンバーで見たいっていうのは本当にすごい思ってて、本当に綺麗だったし本当に感動したの、ときメッセでコンサートできた時念願だったし、もうたくさんのファンの方がいて新潟でっていう
もう感動感動感動って感じで、でそのドラフト3期生はその加入したてだったので一緒にステージには立ったんですけど、2期生はまだときめせからの景色を見たことがないので、ぜひね、そういきなりときめせっていうのも絶対に絶対に無理なので、これからコツコツ目の前にあることを頑張ってやっていって、いつかねときめせで素敵な景色が見れたらいいなって思います。見てほしい、本当に研究生に。というかやっぱりね、30人みんなで特番できたっていうのがすごくすごくすごく嬉しかったですし、もっともっと一期と研究生の仲が深まればいいなとも思うし、もっともっと一期と研究生で何かやりたいなって、これ私ずっと前から言ってるんですけどもうこれずっと前から言ってるんですけど、もう2期生が加入した頃ぐらいから言ってるんですけど、もっともっとね一期と研究生でもうみんなで一緒に何かしたいなっていうのはもうずっと思ってる、本当に。え、あれ、いつの間にかタワーが2本に、え、嘘でしょ、タワー、クマ、これクマもタワーの仲間なのかい。ギフトありがとうございます。ハートもかっこいい、いいね、アジサイかわいい、ハートありがとうございます。あ、クマとタワー一緒か、ん、増えてる。そう、私もずっと言ってるでしょこれ、もう何百回 何十回も言ってるよね。だからこのショールーム見てくれてる、よく見てくれてる方はもうね、それもいつも言ってるよねって思うかもだけど、もう私は何回でもいい、もっと一期と研究生みんなで何かがしたい本当に今日の特番をやって改めて、ずっと思ってたけど改めて思いました、本当に。あ、そう、それで明日からですね、あ、この話にちょうどいい話が明日と明後日でなんとシングルリリース記念ということで、ショールームでコラボ配信を、コラボ配信リレーをやります。イエーイ、ええ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 えコラショールームのね新機能、私がこの前みはるとやったやつ、コラボ配信機能を使ってそのメンバーがコラボしてって、そのリレーでつないでいくってやつなんですけど、私はあさって24日の8時から8時半までの30分間でなんとやひこちゃんとやります。イエーイ。今回は基本的には1期生と研究生のペアなんですけど、研究生の方が人数が多いので研究生研究生のペアのところもあるんですけど、大体は一期研究生ペアで組まれています。もう嬉しい、やいこちゃん、私スタッフさんに言ったことなかったけどな、やいこちゃんとコラボ配信したいって、なんか私の心の声届いてたかな、もしかしたら超嬉しい、え、超嬉しいんですけど、でも30分しかないから、やひこちゃんやひこちゃんって、あのやひこちゃんかわいいばっか言ってたら30分あっという間に経っちゃうんで、ちゃんとやひこちゃんの、そう、やひこちゃんがリラックスして、きっとね先輩、私のこと先輩って思ってくれてるか分かんないですけど、一応先輩なのできっとね普段の配信よりは緊張しちゃうかもしれないじゃないですか、やひこちゃんが、分からないけども、でもやひこちゃんがねリラックスして楽しめるように、私はそう、本当にやひこちゃんがとにかくリラックスして喋れるように私はサポートをしていきたいと思います。もうね、もうね嬉しすぎてびっくりしちゃったよねそう、みんながいるところで発表されたんですよ、コラボ配信やります、メンバーはこの組み合わせになりましたって言われて、そうで見に行って、そうで1期生がその、あの前の近くにいたから、その場の先に1期生がこうやって髪見て研究生に一緒だって伝えるみたいな感じだったんですけど、もう私すぐあのえみたいなって言ってすぐ顔に出ちゃって、で後ろでやひこちゃんがえこう誰とだろうみたいなやったから、もうねすぐ言っちゃいました、やひこちゃん
一緒だよって言って、そう。えひこちゃんは喜んでくれてたのかな、どうだろう、わからない。私は、私が舞い上がっちゃってたから、えひこちゃんがどう思ってるかわからないんですけど、私はもうすっごく嬉しくってで今日はね、告知用にね、えひこちゃんとツーショットも撮りましたので、距離を少し保っての、距離を保ってのツーショット写真ですけど、えひこちゃんとツーショット写真も撮ったので宣伝用に使いたいと思います。明後日なので、私の配信は明日でも明後日でも宣伝するときに、え、今日撮ったひこちゃんのツーショットを載せます。ねえ、めっちゃ嬉しい。もちろんね、どのメンバー、どの研究生となっても嬉しいのよ。嬉しい、本当に。これはけど、ひこちゃん、私ずっとやりたいって言ってたじゃないですか、ひこちゃんと。そうだから、今日さ、写真撮った後にさ、ねえひこちゃんみたいな、ね、ひこちゃんよろしくお願いしますって言ってたから、よろしくねって言って、でも私このコラボ配信とか、かん、このリレー関係なく、私ひこちゃん誘おうと思ってたんだみたいな、ショールームコラボ配信一緒にやりたいなと思って、って、そうだったんですかって言って、そうだからね、楽しみ、頑張ろうねって言って、そうニコニコしてで可愛かったですみんな楽しみにしててください、ぜひぜひ。でもなんか内容ってどうなんだろう、内容決まってるのかな。多分ね、まあこれを話してっていうちょっとした内容は決まってると思うので、まあでもやひこちゃんのいいところというか、可愛いところというか、面白いところというか、いろんなところ、まあでも30分しかないんで多分無理ですね、やひこちゃんのいいところいっぱいあるから、全てを出すっていうのは無理かもしれないけど、できるだけ多くやひこちゃんのいいところ配信でみんなが見せれるように頑張るわ。まあ内容によるんですけど、ちょっと楽しみ。みんなだから、あさってね、24日の8時からは予定開けておいてください。ぜひぜひ、やひこちゃんとコラボ配信するからね。なんかさ、リリースが発表されてから今日までもすごいあっという間だったし、この今日のリリース日当日あっという間すぎて、なんか本当になんか一日中かけっこしてたみたいな気持ちなんだけど、今すごいなんかずっとバタバタしてて、ずっとなんかリリースのシャーベットピンク、シャーベットピンク、シャーベットピンクみたいな感じで、シャーベットピンクが頭にあって、なんて言うんだろうな、とにかく今日はなんかずっと走ってた気持ち分からんけど、多分これ配信終わったらもうパターン級しそうなんですけど、それをこらえて、あのこのあとね、ストーリーも更新したいし、お風呂入らなきゃだしねって感じです。なんかね、すごい幸せな一日でしたね。結構でも今までもシングルのリリースの日はリリーバーさせていただいたりとか、ファンの方の前でパフォーマンスしたりとか、そういう機会があって、まあ、今回はね、今までのシングルとは違った形になってしまったんですけど、そのコロナウイルスの影響とかでリリーバーもできずに、パフォーマンスもお見せできずにっていう形ではあったんですけど、こうしてね、アベマさんで特番をやらせていただいて、本当に本当にありがたいし、ありがたい日だったなと、大切な日になったなってめちゃめちゃ思います。みんなあれですね、生写真どうでした？私出ました。私出た、地引き？地引きでも、私全能ファンじゃない方もたくさんいると思うんだけど、私の生写真出たよって方とかいるんかな。私も生写真早く引きたいな。誰が出るかみたいなやつやりたい。だから自分で買いに行くわ。ツイートもこの昨日だっけ、ツイートしたんだけど、私 CD ショップに NGT の CD を買いに行ったことがないのね。その売り場までは行ったことあるんだけど、
売り場で写真撮って帰るみたいな。恥ずかしくて、別に店員さんもバレないと思うんだけど、なんかちょっと恥ずかしくてね、なんかねやめちゃうみたいなのがあったんだけど、シャーベットピンクはちょっと買いに行きたいな、ぜひぜひお店で。あー出てない私。サインね、もう私は受けてるんですけど、多分すぐは届かないのかな。ぜひそのうちサインも届くと思いますので、お待ちください。明日届く方が多いのかな。サイン付き CD の出荷メールが来て、アイニャのサイン嬉しい。おお、出荷メール。じゃあ明日届く、明日以降届く方が多いのかな多分。でも明日届く方もいれば後日になっちゃう方もいらっしゃるかもしれないけど、まあでも絶対に届くと思うので、皆さんもうしばらくねお待ちください。なんかすごい幸せな日だったな。なんか SNS とかもさ、なんかすごい言葉を考えて、いや書きたい、 SNS になんかフォトログとか Twitter もそうだし、なんか伝えたいことがありすぎて文章をまとめるのがめちゃめちゃなんか難しかった今日。でもその移動してる間とかに、今日フォトログとあと Twitter アベマ終わってから2個と、あと Instagram はお昼ぐらいに投稿したのかな。はい、それがあるのでぜひ皆さん寝る前に、明日でもいいし今日更新した SNS チェックしてくれると嬉しいのと、あとメールは最初に、この配信の最初にも謝罪したんですけど、明日送らせていただくので、気持ちを込めてゆっくりね書かせていただくので、ぜひ気長に待っていてくださると嬉しいです。アベマさん本当に緊張したんですけど、配信無事に生放送特番終わりまして、こうやってショールームをしてファンの方からすぐに感想を聞けてとても安心しました。もう私はスピーチがとにかく不安だったんですけど、みんながね、いい、よかったよって言ってくださったので、今日はよく眠れそうです結論ということで、私11時半までなんですよ配信が。今日ちょっと急いで家着いてから1時間弱今ぶっ通しで喋り続けてきて、なんか喉が、声がガサガサになってきたけど、ちょっとあと5分なんで我慢してください。みんなこのガサガサ声に耐えてください大丈夫、水かお茶飲んだら治るから心配しないで。はい、ということでスクショタイムをして終わりたいと思います。ちょっと寂しいですがね。でね、こちらのね、まだ私特典映像見てないんですけど、すぐ見る、もうすぐ見る。見たらまた今度ね、明日明後日はコラボ配信なので、また後日ショールームとかで感想とかお話ししたいなと思うし、でもファンの方の感想聞きたいから、ぜひ見たよって方はメールの返信とかで教えてくれると嬉しいかな。もしね CD を受け取った時の感想とか、この特典映像を見て、合宿のねオーディションの映像を見ての感想とか、もしもし何かありましたらメールの配信とかで書いてくれたら嬉しいです。はい、ということで、あっという間だった1時間、スクショタイムをして終わりたいと思います。はい、今日はちょっと自分で考えちゃおうかな。 CD をだって持ちたいからね。じゃあ CD をまず持ったバージョンいきます。スクショタイムどうぞ。ちょっとあれですね、スピーカー止めて、はい、はい、スクショタイムお願いします。ちょっと光っちゃうんだけど、あ、ちょっと顔隠れちゃう。
2枚になったバージョン。はい、あとはこれだね、 NGT の N、メイク直しがさ、この配信のためのメイク配信がちゃんと、あ、メイク配信じゃない、メイク直しがちゃんとできてないからごめんね。はい、あとは何があるかな、はい、スクショタイム終了でーす、イエイイエーイ。ぜひね、スクショと感、スクショとか感想とかツイッターとかインスタグラムに載せてくれたら見ますので、ぜひぜひ載せてくれたら嬉しいです。あとね、今日は本当に皆さん NGT48 ドキュメンタリーをつけて放送中にツイートしてくださった皆さんも本当にありがとうございました。トレンド入り無事にしましたので、サインを、サインがメンバーの全員のサインが入った、なんていうんですかね、ポスターなんていうの、なんかメンバー全員のサイン入りのやつが抽選で3名様に当たりますので、ぜひぜひ皆さん当たれとお願いしていてください3名ってあれだね、でも全員のサイン入ってるからめっちゃ貴重だよ。トレンド入りめちゃめちゃ嬉しかったな。ということで今日1日ね、改めてシングルリリース本当に皆さんありがとう、皆さんのおかげです、本当にありがとうございます。アベマさんも方もありがとうございました。ちょっとロタバタしながらですが SNS とかもねちょっとずつ更新してますので、フォトログだったりツイッターだったりインスタグラムだったりおばめだったり、それぞれねいろいろ書き方をそれぞれ載せてますのでぜひ SNS とかもねチェックしてくれたら嬉しいなと思います。ということで次は24日のあのコラボリレー配信で会いましょう。やひこちゃんと8時から8時半までやひこちゃんとコラボ配信しますので、ぜひ皆さん明日明後日はコラボ配信リレーをぜひ見守っていてくださったら嬉しいです。それでは30分になりましたので、なりますので配信終わりたいと思います。みんな今日一日アベマさんもなんていうのも言いたいことありすぎてごちゃごちゃだけど、とにかくありがとうございますしたありがとうございました。みんなまたね、ギフトもタワーもたくさんありがとう、ギフトもたくさんありがとうございました、星もコメントもすべて本当にありがとうございます。ということで皆さん、シャーベットピンクぜひぜひたくさん聞いてください。これからも NGT と草壁の応援をよろしくお願いしますでは終わります、バイバイ。みんなありがとう、私たちもリリースおめでとうだし、もちろんファンの方もリリースおめでとうってことでね。じゃあお疲れ、ありがとうね、みんなおやすみ、ありがとう。シャーベットピンクいっぱい聞いてね。バイバーイ、おやすみー。